今回紹介するのは、和の国の神様という本です。ちょうど旧のインパクト、本書最大のテーマは、天照大神という最高神についての記述です。伊勢神宮や元伊勢での物理的な不常中、不在、しかし参拝者の思いが必ず届くシステムが、こと細やかに語られています。今も 神話の神々が存在する日本独特の次元とこの三次元世界のとてつもなく複雑な関係についてきっと命がけで綴ったシキさんに敬意を表します人間が神々のすさまじい情報量をダウンロードしそれを言語化することはきっと至難の業なのだと思います。神仏といいう二元論ででは説明できない 見えない世界、入ってみれば迷宮で、こちらの言葉で訳すことの難しい万華鏡を言語化してくれる。しきこさん、ありがとう。そして、これからも。以上、興味のある方は、実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。